agua.通知行ってるか。さっき放置されたから私みんなに通知来てませんだって。なして、わがちゃん、特注ありがとう。どうもどうも、ゆうきりんだよ。こんばんは。こんばんは。ゆうきりんやない。そう、ソルのライブ行ってきたよ。かっこよかった。かっこよかったよ。ルナも頑張んなきゃね。ルナも負けるな。最善で見たんだ。いいな。最善で見たかったな。そう、ソルのメンバーはね、ハトサブレが好きなの。ラナさんがあなたをタグ付けしましたって今聞いた。みんな、あ、クロテン、ご視聴ありがとう。ちょっと体験の話したかったけど、30分間森岡のインスタライブなんですよね。あ、そうなんだ。ソルのライブかっこよかったね。そうだ、てつくん言ってた。てつくん言ってた。ルナ、ルナ、ルナも来て。ゆきに一番嬉しそうだったね。ゆき超楽しんだ。ジェミリーってすごいと思った。なんかさ、なんかさ、何、あのさ、こうメンバー側の踊りしか知らないじゃん。だからファンの人、今日はファン側になろうと思って。で、カナ様こんばんは。だからね、ファンの方と一緒にファンの方側の踊りをしようと思ったの。したっけ、難しくて、あ、こここうなんだみたいな。でコールも、あ、ここでこんな音出してるんだみたいな。なんか面白かった。ジェミリーすごいってなった。だからソル公演ではジェミリー先輩です。ジェミリー先輩、ソル新規なんで私。こっち側はね、次は完璧にしてきて。そう、難しかった。うん、ゆうきりんがジェミリーかと知ってた。そう、今日ジェミリー、焼きそばさんハートありがとう。26日の楽しみにしてるね。いやー嬉しい。今日行ってたらソルよりゆきちゃん見てたかもなって。メンバー兼ジェミリー、日暮れしさんだ。やっほー、ソル DD のゆきりん。それな、後ろ見ながらコール、ほんとかわいいな。え、ん、ひなパパ
ちゃんありがとう。やっす、タコちゃんありがとう。いやーでも楽しかった。ルナも早くライブしたーい。ゆうきりんならタオルガンガン当ててもいいっすよ。おい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 、しょっぱな拗ねてるかと思ったらライブの余韻で機嫌がいいそう、ファンルーム放置されたからってこと。そうやね、みんななかなか来ないと思って。みちさんありがとう。関係者席から乗り出してるのは笑ったわ。てへ、推しじゃんはしないあの放置プレイはレア中のレア。それな、全然来ないからさ、うんって思ったよね。みっち勝ちさん通知のせいです。推しじゃんしなきゃ、通知来ないんだもん。たまたま覗いたらゆうきりん一人だったから驚いたすごったまたま覗くんだ、すごい。たまたま覗いたらゆうきりん一人だったから驚いたってすごいね。そういじけかけてて、はあはあはあ、いや壊れてんのかなって思ってたっけ。シラさんが送ってくれた。それな、通知は取るもんじゃなくて漢字取るもんのやねんなって思った。すごい、風呂上がってファンルーム見たら一人で笑った。みんなジュリーのとこ行ってたのかと。お、イチローさんやった。みんなさ、ルナの公演はサイリウム絶対必要だよ。絶対だよ。ルナでも紫振ればいいね。そう、ルナでも紫は紫だよ。そう、紫持ってくね。優しい。特に紫ね。ありがとう。またサイレムさ、またサイレムなくしたの？ルナの定期公演楽しみ？紫も振るね。優しい。三本持ち最高やん。みんなサイリウムでユキのハートを照らしてね。楽しみ。緊張するな。ね、その前に名古屋、紫サイリウムでいっぱいになりたいね。てつくん最高やん。大丈夫？てつくん松葉杖してたよ。こんばんは、名古屋楽しみ。ワクワクするね。初めてだよ、単独初めて。サイリウム紫か青降るね。だってさ、ルナの定期公演まで直しとくね。
丈夫？そう、2ステージ。1つは無料エリア。インスタライブもしてみたいな、私も。なんかフィルターかけれるんでしょ、あれ。してみたーい。チャムさん、来てよ。フィルター？え、なんかかけれないの？インスタライブって色変えれるんじゃないの？レニちゃん、ルナは逆にペンライトを持ってきてほしいの。フィルターなくても可愛いやろに。あー、なんかあるね、フィルター選んでしょ。すでに声のフィルターがかかってる。ちょっとなんか気持ち悪いな私。なんか気持ち悪いって言うな。ニヤニヤが止まりませんな。テレザワさん。今日もか。ゆきちゃん、フィルターないゆきりんが見たい。今日なんか髪の毛ツヤツヤしてない？本当に？そう？パツン。は？てつくん、ありがとう。前髪今日流してる、最近流してるよね。髪の色、私はミルクティーアッシュだよ。ゆうちゃん年々可愛くなってない？ほんと？あれさ、いやマジで気持ち悪い。私ちょっと直したいね。レナちゃんに絵付けしてくれてありがとう。眉毛好き。このアバターで行ったら目立つ？会場前にユーキリン通った時、なぜかドキドキ後ろめたい気持ちになった。なぜだ？ドキドキ後ろめたい気持ち？どういう気持ち？今日帳面多かったと思うよ。違う？ゆきりんだんだん幼くなってない？え？嘘、それはないよ、大人の女性だから。多かったよ、少なくないよ。イエーイ。ちょっとコメントできないからカウントしとく。ありがとう。どうしたん？まだまだやな、ピーで。ゆきりんを好きになったきっかけは、ことでツインテールは幼い背伸びすんな。ツインテールで言われてもそれこそない。今日の帳面のお題でも昔より今の方が可愛いし綺麗。うん、クレテンさんバイト頑張って。大人な魅力は少ない。どの辺が大人？ユキリン今日も美人です。美人だ。客席側にユキリンの新鮮やったで。それな、私も。え、なんか自分の曲をお客さんの席で聴いてるとか思ったり、あれジェミリーの方が乗り方を知ってるとか、あれ隣に妹いるとか、不思議だったよね。学ぶこといっぱい。大人の女性は自分で大人の女性って言わないようだって。
と。最近はあのね、多分花粉、もうくしゃみ止まんない。大人の女性ってそういうのなの、かわいい。年下感、年下感、いや、でもかわいい、今日は一段とかわいいな。花粉やばい、くしゃみかわいい、マジそれだわ。大人の女性は配信中くしゃみ、くしゃみはしゃあない。普段しないもん。でも花粉にはね、かなわ。秋の花粉症ってあるみたいだね。そう、あるらしいよ。年上なのに年下みたいな、かわいそう。なんか嘘、大人の女性どう大人な女性、うん、あるらしいよ。ゆきちゃんはライブ中大人の女性だって。年下にしか見えん、みんなに言われる。ゆきより年下のジェミリーに、わーい、キュポーズ。次の人は24歳に見えない。大人ではない、どうやっても可愛くなる、無敵何しててもゆきりん優勝ちょっと照れちゃうねサラヤの方がずっと大人に見える。それなんだよね。どうしたらいいんだろう。金沢ゆき大人大作戦。どうしたらいいどうしたらいいの。ほら、マイチンが両方持ってるって。可愛い系の方が好き。ん、そのままでいいよ。いや、でも可愛い系の方が好きだからそのままでいいんだよ。オレンジのドレス、あれは大人やった。やった。黙ってたら、黙ってたらいいの。分かった。ちょっと笑っちゃうな。どう？ヘラヘラしてるって。これツインテールしてるからか。ついてるついてるツインテール。どう？変わった？イメージ。急に大人、ニコニコの雪でいいね。あ、好きや。確かに大人っぽく見える。大人っぽくなった。やった。何を見させられてるんだ。雰囲気だいぶ違うでしょ。私髪の毛によって全然変わるんだ。大人になりたい。お姉さん一緒ついていきます。シャンシャン、さこちゃんありがとう。この前髪最高だって。へえ、伸ばした方がいいんだ。伸ばそう。
片方に流してみて。大人っぽくなった？なんかエロさ出てて悔しい。やったー素敵。これはやばい。素敵だって。それで千鳥お願いします。やったー。これで行ったらいいのか。コメントがいっぱい嬉しい。へえ、やったー。美人のはピカイチだって。それで落ち着いた雰囲気出せば OK。 なんで？今落ち着いてない？分かったよ。大人っぽい？どう？ヘラヘラしちゃうからさ、私真面目な顔ができない。そう、さっきのファンルームで構ってもらえなかった分、ここでいっぱいみんなに構ってもらうんだ。だから今日みんなにいっぱい構ってもらってる。強すぎて反則？強い？微笑み覚えれば最強。メガネを外す瞬間がいい。可愛すぎてユキリンって気づかれないと思います。ウィンターさん大人っぽいよりいる気が。そう、家庭教師カヌサは元気か。元気だよ。中です。二人の秘密作りたいな。言えない。ゴムがない。どっか行っちゃった。12月全国ツアー始まんないでしょ。髪型関係なし。可愛いわ。嬉しい。髪型で印象変わるね。マジで変わるよ私。他何してほしい？でもね、今ね細いゴムしかなくてさ、なんかソルの楽屋に置いてきちゃったみたい。ハーフアップ。みそ高めがついん。マジで焼きそば食ってて笑った。食べるよ、有言実行だよ。でも私 UFO の方が好きだったよ。こんぐらい？やばくない？もうやりたくない。分かってねえな。どっちも食べたの？どっちも食べたよ。やーだよ。おい、やめるな。やって。やだー。
だよ。噴水部屋？噴水部屋って何？スクショ禁止やで。昔の、あー、オッケーオッケー、ちょっと待ってね、じゃ。やばくない？私何やってんの？で、細いゴムしかなくて切れそう。さっき一回結んでたやつだから。あー、見失った。どこ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 。なおや、たくちゃんありがとう。ゆあの猫さん、たくちゃんありがとう。かつしさん、たくちゃんありがとう。つっくん、たくちゃんありがとう。やす、たくちゃんありがとう。容量奪っちゃった。噴水部屋、噴水部屋、噴水部屋ってどうやってやるの？こう？ここ？ここのやつかな。あー、終わってもうた。このやつ噴水って。私んちのお母さん部屋。それはさ、難しくない？強くて、てっぺん、てっぺん、こう、こうか、こう。しゃーなし、サザエさん。いやいや、丸がちょっとだけ減っただけや。ちげんだな。どうだよ。じゃあどうだ。一番上だけチョコ。ここか。ここ？ここ？こうか。こう？これじゃない？どうどう？こう？こう？まあそんな感じ。あとね、あとで調べよう。ちょっと気になっちゃう。少なかった。少ない。シャンシャン、たくちゃんありがとう。
それなんさ、もっといっぱい、もっといっぱい、こんぐらい、こんぐらいかな。見えないね。見えなかった。ギャルだって。イエーイ。でも可愛いな、だって嬉しい。たおや、たこちゃんありがとう。みやけん、ハートありがとう。そんな感じだった、よかった、再現できた。連れ去りたい、連れ去りたい。ギャルっぽいって。ラチザワ、ギャルザワも可愛い、何しても可愛い。ギャルザワ、ギャルってなんていうの、ギャル、ギャル語って何。ギャル、近すぎて素で可愛くてビビった。あ、ね、今日ね、後ろで見てた。マックス、ペポン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 。シャンシャンお誕生日おめでとう。シャンシャンお誕生日おめでとう。今日ゆきちゃん見たね、ゆうも見たよ。金沢史上一番可愛いかもね。へえ、嬉しい。おめでとう。ハッピーハッピーバースデー。早褒めたからなんかくれ、やだ、ハート。誕生日おめでとう、シャンシャン。パンダじゃないよ、人だよ。なおや、もうすぐ娘の誕生日。あら、本当だ、13日の金曜日。みんな、みんな、公演曲、公演曲はね、シアターの女神公演とリセット公演を聞いてたよ。ゆきちゃんがそれか。
好きと言ったら好きだと答えてもっとあなたを好きになるからふふ君が好きだたとえ振られたっていい世界で一番好きだコンビニへ100メートル懐かしいでもでもの涙隕石の確率好きだったなでも的な確率だよね私はあなたの彼女になれますか奇跡は間に合わないだろういや懐かしい曲がたくさんたくさんたくさん出てますローカルームボーイ懐かしいリセットいいよね前座があるしやったことあるよもちろんオンリートデイいいよね初日いいよねリセットの最初好き良くなっていいよ転がる石になればねやばいねいいよねゆうひやしずんいい曲ばっかりね確かにみんな詳しい10期のデビューした時のシングルのポニシも好きねっ今何タオルそれなに今治って何今治へえ。そうなんだ秋元先生は秋元先生ニャンウィンさんもお誕生日なの？うん。え、ニャンウィンさんもお誕生日なの？おめでとう！ニャンウィンさんおめでとう！入院してないないない。入院はしてない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 すごい男の人ってタオルに詳しいんだすごいねタオルタオルまあ有名そうなのそうなんだ覚えた今治超有名だってうんそうなんだへーへーへへへへ。りょうちゃん。
じゃあ寮長候補いる。ミカエル。絶対興味ないやろ、タオルに。タオル好きだよ、タオル好きだよとかし、タオル使うよ、いっぱい使うよ。てつくんがくれたタオルも使ってるよ、ちゃんとしっかり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 使ってるよ。ナスタオルはね、温泉にね行くときに持ってくタオル用。うん、間違えた。温泉のときに持ってくタオル用。違う違う、温泉のときに持ってく用だよ。隠す用。やばくない？あのナスのやつで私体隠してる。全部ナスなの、タオル。タオルにナスがいっぱいかかれてんの。それで隠してる。結構目立っちゃうよね。金沢と温泉入りてえな。嘘、なまらいっぱい入るよ私。おもろいギャグだな。いやだっていいんだもん、あれお風呂に最適で。てつくんのやつはあの朝洗顔した時にパフパフって。隠すよくわかんないから画像で説明を。なしなしなし。そんな使い方してくれるぞ。そう、私タオルのね生地でね使い分けしてんの。プレゼント使ってくれるの素直に嬉しいやつ。私めっちゃ使うよ多分。超使うなまら使うよ本当に。等身大有機リンタオルまでですか。あっちゃ、お茶のプレゼント懐かしいな。そう、なんかねお茶、なんか私1年前ぐらいに舞台やったんですよ。主演でやらせてもらって、その時に結構私あの集合時間より40分ぐらい早く、あの40分ぐらい早く会場入りしてたの。でもそれでも私より早く並んでくれてたジャミリーの方がいて、でしかも私推しじゃないのに並んでくれてて、なまら早くで、この時期だからさ寒くて、その時だからその早くね並んでくれてた、しかも毎回並んでくれてたから、その時だけ特別にあの寒かったんだよその日だから、その日だけ特別に並んでくれてたそのジェミリーの方にお茶を買ってプレゼントしたわけですよ。そしたらすごい、なんかこんなんでこんな喜んでくれるんだって思うぐらい喜んでくれて、なんかねすいませんとか言って。そう、冷え冷えの生茶だった。そうそうなの、その辺ちょっとね間違えちゃうよね。すげえ嬉しかったよ。そうだからなんかこんな、なんかこっちからしたらさめっちゃありがとうな気持ちでさ、だってリハーサル、舞台のリハーサルって結構早いの。それより40分も前
に会場に行くのにそれより前に並んでくれてて、だからわマジでありがとうってなって、お茶あげたっけ、なまら喜んでくれて嬉しかったよね。こんなんでこんな喜んでくれんだと思った。ルナ定期は3時間前に並んだか。じゃああの日はね特別。舞台だったしね。ひなパパ、特注ありがとう。そう、なうちごめんよ、本当に。シマハイさん、特注ありがとう。握手来てよ。にぎにぎ。ねんね、ゆきもインスタライブちょっとだけしてみたいの。この後インスタライブちょっとだけテスト配信してからペリスコしてもいい？そんで今日は早く寝よ。いいって、わーい。できるかな、やり方わかるかな私。りょうちょ、りょうちょ、特徴ありがとう。りょうちょアップだから気をつけてね。え、そうなの、ややこしいけどええよ。確かに12時過ぎてインスタやってペリスクやって早寝ようって矛盾やな。でも早寝よう。インスタはテスト配信、今日はどんなもんかなって。ひなパパ、特注ありがとう。にゃーみんさん、特注ありがとう。りょうちゃん、かかんない。1時間もすぐすぐバイバイするから、インスタは、インスタライブはすぐバイバイするよ。覚悟しといて、だから見逃さないようにね。この後すぐ行ってね。したらね、バイバーイ。テスト配信です。バイバーイ、バイバイ。また後で、バイバーイ。ん、焼きそばさんとかつっくんとかいたんだ、コメントしてよ。バイバイ、インスタ来てね、その後ペリスコだよ、来てね。バイバイ。